えー、はじめましてどうもはじめましていつも youtube の切り抜きを見て勉強させていただいてますありがとうございます、えー、相談させていただきたくらいにしましたはい、えー、長文だぶん失礼いたしますといいですよ えー、私はシングルマザーです。はい。えー、元旦那との関係を相談したいです。えー、関係を立ってください。はい。ということでね。えー、まだありますけど。えー、お互い40代です。離婚して5年ほどになります。元旦那は現在罰4になります。クズじゃん。クズ。100クズだね。えー、結婚しては離婚を繰り返しています。 離婚理由はもらはらで4人ともに出て行かれて離婚となっています。うん、クズだねえ。私も出て行きました。4人ともにそれぞれ子供がいます。うん、クズだね。養育費は払っていること、払っていない子がいます。クズだね,ね。最近離婚して今新しい彼女がいるらしく、LINE のアイコンや一言コメント欄、カッコハテナで、〇〇結婚するや永遠に愛してるなど書いてあります。ちょっと待って。 これ中身40代のおじさんですよ。40代のおじさん、中高生みたいなことやってるんです。はい。<laughs> まあこれ突者叩きじゃないんで、これはセーフです。これ突者叩きじゃないんで。これ突者の元旦那叩きなんで大丈夫です、これは。<laughs> これは許します。 これは許します。はい。これは許します。これ突射叩きじゃないんでね。突射の元旦那叩きなんで、これは大丈夫です。はい。で、えっ、ー、と、元旦那は彼女と別れたり、離婚したりすると、私に連絡してきます。きしょ。私もかわいそうに、ってか、待てよ。お前もきしょいな。ライン消せよ。おうん。 で、私もかわいそうになったり、寂しかったりするのか、相手をしてしまい、数ヶ月くらいですが仲良くしています。やめたら。関係切ったら。やっぱりだから前半一番最初に関係切ったらの時点で会ってたやん。会ってたよ会ってた。会ってたほんで、えー、体の関係も持ってしまい、<laughs> やり直そうやら一緒に暮らそうなど言われます。ですが数ヶ月くらいで喧嘩をして別れます。そしてすぐ彼女を作ります。えー、マチコンやらマッチングアプリなどで見つけてくるのだと思います。私には子供がいて月に一回旦那と面会しています。あ、だからそれで。養育費は一万振り込まれます。あ、一万のためだったら切っちゃえばいいんじゃないのもう,うん。再婚しようが彼女がいようが。 面会と養育くキは欠かせたことはありません。子供も父親との面会は楽しみに、ああ、それは辛いね。私も仲良くしている時は毎週のように3人で会うのですが、喧嘩して別れると子供だけで面会に行きます。子供を振り回しています。うん、そうだね。かすな自分が嫌になります。そうだね。今の彼女と別れるとまた連絡が来るかもしれません。元旦那のことが好きとかじゃないと思います。 依存しているんだと思います。LINE で新しい彼女のアイコンや一言コメントを見るたびにモヤモヤするので LINE ブロックしたいのですが、面会の連絡などがあるのでなかなかブロックするのも悩みます。非表示にしとけば元旦那に依存せずに強い母親になるにはどうしたらいいか相談させていただきたいです。厳しいご意見をお願いします。簡単じゃん。LINE の、いやブロックしちゃうとそれが連絡取れないから、非表示すればいいよ LINE のトーク履歴いっぱいバーってあるじゃん。その非表示にしたやつ、右に、右にフリックするんですよ。こうやって。左手でこうやってフリックするんですよ。そうすると非表示と削除が出てくるんですよ。非表示すりゃいいじゃないですか。は簡単に答え出ました。はい。え、ちなみにこの方今聞いてくださってますそう。 あと、ミュート、そうそうそう。ミュートと非表示にすりゃいいや。うん。だからまあ、連絡が来た時に反応できないと困るから、ミュートにだけはしとかないとけばいい。うん。ミュートにすると通知も来ないし、えっ、ー、と、トーク履歴にも、は、あのー、上がってこないんだっけ。そうだから、非表示にしてりばいいや。うん。 あのポンコツってやつお前がマジでポンコツだぞ本当にお前自分で自覚しろよお前ポンコツって名前にしてるんだったらお前が寂しいんでしょじゃねえだろううるせえなお前 <laughs>、うん、うちの配信突射だけ禁止だっつよカスがよお前うるせえなうんしばきますぞカスブロックすんだお前ボケ <laughs> お前昨日も言わなかったっけど確か、うん、俺お前に昨日も言わなかった確かバーカが <laughs> クソがお前が一番クソだお前ほんとカスがポンコツだっていう名前にしてんだったらてめえがポンコツだと自覚しろカス うん、ミュートは通知来ないけど、遠くは出てくる。あ、そうかそうか。通知が出ないっていうだけか。あ、そうかそうか。だから、非表示プラスミュートにすればええ。うん。ええと、こうすればええー、とね、こっちにフリックすると、こっちにフリックすると、ピンとミュートがあるのよ。だから、ミュートをして、ミュートにした後、今度、今度こっちにフリックして、非表示にすれば、そうすりゃ普段見なくて済むやん。 うん。それでよくねどうどうすかはあ、そうすりゃ、あの、非表示にはしてます。LINE が見える、来ると見えるのが嫌で。だから、えっ、ー、と、普段返さんきゃええやん。う、は、ん、あ。普段返さんきゃよくねうん。あの、既読無視しときゃいいや。で、そのむ、子供と会う、会わないの時の話だけ、えっ、ー、と、返信すりゃよくない それをわざわざ毎回毎回相手してっからそんなことになるだけやんで都合のいい感じに使われとるだけやん。うん。ああ、そう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 。それかそうそう。確かに確かに。確かに確かにだね。LINE ブロ、ブロ作して電話か、S、あの SMS だけにすればいいやん。そう確かに。うん、それでもええし。そう。ね。っていう。うんあ。ドブネズミってやつもちょっとブロックしていっちゃう。こっからもう、あのー、 今俺、今注意したばっかだから、注意したばっかで、なんかこういうクソみたいなコメント、ドブネズミみたいな、だからポンコツだの、ドブネズミだのさ、本当にさ、てめえらさ、それ、アイ、ID さ、っていうか名前さ、自分で本当に理解してんの、クソドブ。うん、バカがよ。とっちゃたたき禁止だとではわからんやつだカス。も、ま、う、あ、こっから先お前全部ブロックするからな、もう。うん、予告なしでブロックする。うるせえから。うん。はい、っていうね。 うん、で、えっ、ー、とー、それで、LINE を、えっ、ー、と、やり取りしないようにすれば今後だから、SMS か、えっ、ー、とー、メールか、それか電話かっていう。それでお願いしますっていうふうに一方的に伝えてブロックしちゃえばいいじゃん。そうっすね。うん、それがいいと思うっすよ。うん。じゃないと。え、ちなみにお子さんおいくつなんすか小学4年生。男の子。女の子。男の子っぽいっすけど。男の子だね。うん。 ショートメールはお金がかかるから家だと言われた。なんかしょうもないね。まあ、じゃあ、あの、さっき、さっき言った感じでいいんじゃないうん。さっき言った感じで、あの、なんすかええー、と、っていうか1万円っしょ結構1万円があるとだいぶ違うすか違わない あ、違わないんすかあ、でもそうか。そうか。そうか。じゃあ、キッチ前って言おうかなと思ったけど、そうだ。忘れてた、俺。<laughs> バカだ、俺。俺今日バカだ。そうだね。子供だね。うーん、子供だね。そうだね。ごめん。ごめんなさい。うーん、ごめんなさい。うーん、小4がなうーん、小4がないやいやいや、すみませんなんてことないです。こちらこそです。えー、僕がアホだから忘れてました、一瞬で。うーん、まあ、そうね。 でもじゃあラインでもう自分で自分の気を締めるしかなくないっすかだからそれこそ息子だけで合わせに行くような感じでこれからも対応していく方がいいんじゃないっすかなるべくまあ息子は親父お袋が揃っとった方がええやろうけどさうーんそれめちゃめちゃ都合いい感じに使われてるだけの話ですからねマジで変な話ねえ月1万円でこいつ抱き放題みたいな話でしょ 悪い言い方するとメールも気づかないから嫌と言われて、うん、強くなりたいです、うん、だからもうじゃあよく俺の相談でやってる人がいるんですけどあのー、部屋のどこかに張り紙しといてくださいプーさんおこっつってなんか無駄な返信したり無駄なこうやり取りしたりすると俺に怒られるぞっつってどっか張り紙とかなんかじゃあそれこそねえあのー なんすかアプリの背景の画面に、プーさんおこって書いといて。相手の名前を、プーさんおこってする、すればいいやん。相手の、LINE って相手の名前変えられるじゃないですか。だから、元旦那のことなんて、まあまあ分かっとるじゃないですか。内容見て誰か一瞬で分かるじゃないですか。だからもう、元旦那の名前、プーさんおこにしちゃえばいいじゃないですか。やりとりするたびに、ああ、やばい、プーさんに、あのー、こんな報告したら怒られる、ってなるじゃないですか。 で、あの、背景は、じゃあ、あの、俺がガチ切れてるところのなんか、顔面とかを、ね、しときゃいいんじゃないですかありがとうございます。ぜひそうします。あ、じゃあやってみてください、とりあえず。で、それでできるかどうかっていうところでね、うん、やってみてください。はい、ということでございました。